はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーブレイブエクスバイス、では続きをやっていきたいと思います。まあ、イフリートは、前回で手に入れたので、確かクルルに装備させたのかな。あれ、主人公がイフリートだっけな。なんか忘れちゃったけど、ではザデール砂漠の西部に行きましょう。とりあえず盗賊を踏んじばってフィーナを助けてサクッと砂漠を抜けましょう。っていうか、ここ水超いっぱいあんじゃん。どうした、ラスウェルはここで休んでいろ。そうだ、お前はもうメンツに入ってないからな。俺が一人でフィーナを探してくる。あれ、カイン入れてて、ラスウェルを入れて、ラスウェル外したっけな。カインに入れ替えた気がするんだけどな。ダメだ、何を言ってる。お前を一人で行かせられるか。おい、立って大丈夫かお前。ラスウェル、言っただろ、俺の体よりお前の体の方が大事だと。マジ何なんだこいつは。いや、何も体に限ったことではない。何もかも俺よりお前の方が大事なのだ。あのな、全く意味がわからないんだけど。そこはわからなくていい。ラスウェルはそういうやつなんだ。理解できなくて無理もない。優れているものは劣っているものの気持ちなど理解できないはずだから。ラスウェル、お前は全てにおいて俺より優れている。それは周知の事実だ。おい、そんなことは。確かにそんなことはない。頭は絶対ラスウェルの方がいいでしょう。気休めはいらない。お前に俺の気持ちはわからない。いや、世界中の誰も俺の気持ちはわからない。なんだラスウェル、お前は一人で何を抱え込んでいる。さあ行くぞ。盗賊たちのアジトはあっちの方向だ。さっきの奴らが俺たちに嘘を教えていなければな。ラスウェル、ま、とりあえず行きますか。こんなところで話しててもしょうがないんで。やっぱり7使うか。4回あるといけないな。誰を連れて行きましょうかね。最後にこのティナを連れてこうかな、今のところ。いや、でもシャントットも2人いるな。この56レベルシャントット最後に連れてこうかな。なんで、じゃあ先にティナを連れていきましょう。レインがセイレーンで、クルルがイフリートっすね、今んとこ。まあ召喚溜まったら、ちょっと砂漠だけどイフリートも使ってみますか。この砂漠にはアリ地獄が生息しているらしい。巣に落ちて捕まったら体中の水分を吸い尽くされるぞ。チューチューチューって感じにな。チューチューチューか。そんな死に方だけはごめんだな。お前、チューチューチューにツッコミ入れる元気もないのかよ。そんな暇はない。サンダラ、ファイラー、こいつらだったら効くよね。そうで、ラスウェルはもうレベルマックスなんで、とりあえずカインにしてありますと。おー、倒せなかったな。E大216。こんなさ、巨大な魚がさ、上から落ちてきたら確実に潰される。あ、そう、この肉欲しいんすよ、この肉。あと肉何個だっけ。とりあえず俺に肉をよこせ。これはもう攻撃で一体ずつ倒していこう。おわ、倒せねえ。石化にらみ、やばい、一瞬になった。ちょっとこれは直さないとまずいぞ。ルナの、ルナねえし。ちょっとフロストシュート使っちゃおう。クルルで、あれ、クルルもない。これやばいんじゃね。ティナは、ティナもない。アンゼルム、お前だけが頼りだ。おー、ストナーあった。あぶねえ。いやー、マジ直せねえかと思った。
金の針とか持ってきてないからな。てかアイテムはセットしないと多分使えないんで。もう出たとサハギン、密かにデザートサハギン剣持ってたな。ブロードソードみたいなやつ、どこから手に入れたんだろうか。あ、こうやって肉持ってるやつだ。肉、俺に肉をよこせ。これはもう全体攻撃でいこう。ティナは何がいいんだ。ファイラしかないか。ブレイジングストームにしよう。カインがな、やっぱり全体攻撃が、必殺技も全体じゃないし、まあ、ジャンプ使えば強いのかな。うおーおーおー、危ねえ危ねえ危ねえ。いやー、バジリスクが危ねえな。石化にらみ、肉落とせ。肉進化するためには肉を大量に食わなきゃいけないんだ。おー、肉魚くれくれ、肉肉ダメだ、倒せね。砂鉄砲飛び跳ねる。デザートサハギンは多分ね、一旦で倒せると思うんだよね。倒せねえのかよ。あ、召喚溜まってる、召喚使おう。クルルがイフリートだ。地獄の火炎、砂漠に地獄の火炎。おお、炎を吐くのか。炎をまとって突っ込んでく感じじゃないね。すすえし、よーし、これで終わり。肉落とさないか。肉何個手に入れた。1個。経験値は2300か。お、でも次であれだな、体力が回復しそうだな、レベルが上がって。肉1個か。であとここが何個あるかだよな。まだ普通の名前だから多分ボスにはならないと思うけど、どうしようかな。このローゼリア超かっこいいな。ランクいくつだ。全体攻撃持ち、多分そうするとエドガーだな。フィーナもいつかは記憶を取り戻すのだろうか。そりゃそうだろう。そうでなきゃかわいそうだ。そうかな。記憶を失ったままの方が幸せかもしれん、フィーナの場合はな。確かに知らなくていいことなど世の中にたくさんあるんだよ。エアロラ、クルルはサンダラ、エドガー。おお、バイオブラスターがあるからバイオブラスターで攻めてこう。いけ、早速毒になってる。あれ、バイオブラスターってダメージ当たってる。どんだけ飛び跳ねたんだよあいつら。おお、痛い。微妙に倒せないか。お、しかもまた飛び跳ねたよお前らマジ何やってんだ素振りか。まあ確かに素振りは大事だよ、それはね認める。そういう基礎的なことをねおろそかにしてはいけないからね。でも今やることじゃないだろう。さあ次だ。またお前らか。バイオブラスター、敵全体に闇属性ダメージプラス毒、やっぱ当たるよねダメージも。アンデルムバブルシャワー使おう。こいつも必殺技使ってこう、溜まってるから。倒せないんだな。これ2体いけるか。よーし、いったな。これ肉ないか。
肉を食わなければラスウェルがずっと戦闘に出れない。アンデルムはまたウオタラ、エドガーのバイオブラスターどれくらい当たるんだこれ、ダメージ的に。先にね毒がピチョってつくんだよねその後ダメージがよくわからん。うわー石になった、2人も石になったぞこれ。うわしかもアンデルム間違えて攻撃しちったよ。もうしょうがねえな。とりあえず一体は倒してくれ。おおちょっと待って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 、アンゼルムはまずストナでレインを回復させよう。あとは攻撃。先にバジリスクを殺した方が良かったかな。ん？あと誰？動けない。よくわからん。なんか攻撃しちゃったんだけど。ほら、石化にらみ使ってくる。危ねえ。ストナ。エスナガ的なものないのかな？これアンゼルムはもう絶対レギュラーに入れとかないとまずいな。ステータス以上かなり厄介ですからね。デザートサハギン、デザートサハギンだったらルナティックボイスの方がよくね。ここは一旦で蹴りをつける。エドガーって、あそっか必殺技使えないんだ、友達じゃないから。ルナティックボーイス。おお、もはやわけわからん。全然一旦で片付けらんねえし。今さらサングラスになった。敵結構強くなってきたな。少しレベル足りないかな。そうするとクレルとレインがちょっと進化させたばっかりだから、111って、これあれ？サングラスになってると全然ダメージ当たらないとか。じゃあちょっと魔法で攻めるか。みんなサングラスかけ出したからな。やっぱりこの砂漠では直射日光が厳しいんでサングラスをかけざるを得ない。てかオートボーガン大丈夫か。スパイラルランス使おう。おーおーおー、よべ、111って。どういうことだよ。なるほど、暗闇もすげえ厄介だな。それを考えると。ま、暗闇だったら確かルナとクルルでも直せた気がするんだけど。よーし、ランクアップ。体力満タン。そういうのもちょっと考えていかないと、体力が無駄になるね。肉はなさそうだな。さて次、ここはまだ途中かな。いや、ちょっとこっちのシャントットを連れていきましょう。ふう、そろそろ砂漠を抜ける頃か。レイン、気を抜くのはフィーナを見つけてからにしろ。ラスウェル、お前やっとフィーナのことを。勘違いするな、俺は骨折り損なことが嫌いなだけだ。まったく素直じゃないな。こいつはエアロラ、ちょっと弱点見とこうかな。ライブラでバチリスク、お前の弱点を。3000のかブリザラかっていうとあれだな、ラスウェル入れた方が良かったな。どうする、シャントット覚えて、覚えてる、覚えてる、さすがだ。プリザラ、おお石化になった。やばいやばいやばい、アンゼルムの出番だ。
こいつすげえ厄介だな。シャントットはもう常にブリザラ貼っとこう。終わりだ。よーし、あれは光の石塊ではないか。あれもなかなか貴重っすからね。お、サボテンダーだ。これ狙おう。サボテンダーとか言ってなんか、あ、なんかすげえかわしてくんのかな。メタルスライム的なものなのかなと思ったけど全然そうでも。うわ、ハリサモンだ。これ1000くらいんじゃねえ。シャントット大丈夫か。ただもう一ターンかければ倒せるはずだ。あぶねえ。サボテンだ。どれだけ持ってる。なんかろくなもん持ってなかったな。うわー、今度はバチリスク3体か。とりあえずシャントットがまずいんでケアルラを貼っとこう。あとはこいつがブリザラかけて、もうあと攻撃しかないかな普通に。おら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 、609か。かなり不安が残るな。おっと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 、まずいまずいまずい。とりあえずルナがなぜかケアル持ってるから、これをシャントットにかけてアンゼルムでストナで復活させて、シャントットはやっぱりブリザラ貼る。でいきなりもうブリザラをかけよう。ブリザラとかすっげえ押せんだけど。お、肉だ肉。石化にらみ大丈夫だよね。よし、肉をくれ。肉じゃないか。てかあと肉何個だ。それもちょっとチェックしてなかったからな。もしかしたらやっぱラスエル入れた方が戦闘は楽になりそうだな。ちょっと次のマップが、うお、クロウラーとかいうやつだ。次のマップがあればラスエルに変えちゃおうかな。レインも必殺、クルルはサンダラ、シャントットはブリザラ、カインも一応技使うか。総攻撃だ。おらら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 、らいいねー。針と綿、そうだな、もう一個ありそうだな。カインをちょっと外すか。多分次盗賊の館みたいな館じゃなくて盗賊のアジとか。うん、なんだこれ、虫の巣になってるけど、もう一個あるか、さらにもう一個あるか。いやでも虫の巣でアントリオンが出てくるんだきっと。アントリオンはあれっすね、FF4 に出てきたアリ地獄。ちょ、カイン外します。カインの代わりに、ラスウェル入れましょう。もうこれは経験値マックスだけど。で最強装備アイアンアーマー、アイアンヘルムだからな。こんな砂漠で来てたらめちゃくちゃ熱がこもりそうだけど。そりゃメールみたいなのが来てたな。またいつものログイン100個サービスだと思うけど。よし行くぜ。シャントットレベル56を連れてこう。あれ、いきなり戦闘？何の会話もない。なんか言えよお前ら。シャントット、おお、ファイが覚えて、すげえブリザが覚えてる。一回使おう。一回ずつ使おう。125あるしね。ラスベル攻撃散ったよ。サソリも巨大だな。ブリザガの威力見よう。うおお、弱点でもないのに1000当たる。わわわ、ちょっと毒も鬱陶しいからな。クルル自分で直すか。直せない。あれ、クルルって意外に魔法覚えてないんだな。赤間同士のくせに。そうか、ちょっとサンダラしか使ってなかったからな。クルルの魔法の覚えが良くないな。クルルってただ星3だっけ。そういえば
もともとが。なんだこいつは。一ターンでどれだけ減らせられるか、それを見てから考えよう。よし、普通に攻撃して倒そうこいつは。ボーン、骨でしょ要は。おわ、俺の骨が。お前は砂に帰れ。あ、この粉もね結構重要なんですよ。結構貴重なアイテムですね。お、サボテンダーがいる。サボテンダー危険だからな正直。エアロラ、クルルはサンダラ、シャントットはここはブリザが打っていきましょう。で、ラスウェルはブリザラ、レインはファイラでいいかな。で、あとはこれをちょっと連続でやって、なるべくつなぎたいけど、おら、よーし、超強いシャントットマジ強い。やっぱ崖まであると強いよな。ボスバトル、アリ地獄出た。アリ地獄だ。ラスベル、チューチューって座れるなよ。分かってるレイン、お前こそ気をつけるんだ。アリ地獄があるわけじゃないからさ、普通に戦闘だから気をつけることはないと思うんだけど、普通にボコせばいいだけでしょ。お、こいつは水に弱いな。水に弱く石に強い。ってことはアンゼルムの出番ではないか。ウオタラ、クルル、一応ちょっと神羅万象貼っとこう。で、シャントット、ウオタラはないか。ちょっとウオタラでいくか。まあ節約しつつ弱点をつくと。パワーブレイク、ちょっとこっちじゃない、パワーブレイクしとこう。で、ラスウェルはインガ、王鵬、よし行くぜ。ウオタラ強い。消化液、こういう消化液とかってどうなんだろう。パワーブレイクしてるけど、おっとっと、普通に攻撃をしてしまった。反撃の角、おお、アントリオンと同じ性質を持ってんな。カウンター持ちだ。しかし俺もカウンターを持っている。アンゼルムはウオタラ、クルルは地獄の火炎使うか、シャントットはウオタラ、ラスエルはブリザラ、レインは、ま、必殺技を使っていきますか。こいつもよし、いけ。おお、倒せないか。消化液、無駄無駄無駄。最後の命散らせてやる。これやっぱね、チェインつなげるには手動でやった方がつながりやすいっぽいですね。各キャラクターのモーションを覚えて、でそれに合わせて攻撃を仕掛けていくっていう、なんかそんな感じの方がいいみたいですけどいちいちそれもめんどくさいんで、悪いな、お前にチューチューされるわけにはいかないんだよ。砂漠ももう抜ける、干物にはならずに済んだようだな。ラスウェル、体調は大丈夫か。さあ盗賊のアジトに乗り込むぞ。あ、砂漠にあるわけじゃないんだ盗賊のアジトは。さて、おお、そうか、ラピスか。お、アンゼルムのレベルが上がった。こいついくつまでいくんだ。レベル50くらいか。あ、天空の灰だ、天空の灰。このシャントットすげえ連れて行きたいけど、レキオス、これ何丘みたいな。とりあえずユニットでラスウェルが進化できるかどうか見ましょう。ダメだ、肉があと2つ足りないということで進化は、お預けになりましたので、まあ今回はこれで終了して、次回またやっていきたいと思います。